西宮蘭亭曲水の園は、1985年に中国の商工市と友好都市を提携したことを記念し、西宮蘭亭会が開いているものです。お隣の北華亭では、商工市との友好都市締結の経緯や商工市の紹介とパネルを展示いたしておりますので、後ほどご覧をいただきたいと思います。それではどうぞこれからの曲水の園をお楽しみいただきたいと思います。今日は私も1句でなくて2句3句読むと、その中から思わぬ名作ができたら嬉しいなと思いながらですね、皆さん方とこの場を楽しめればと思っております。西宮市と商工市の両市の友好、そして末永い友情を、ここで記念いたしますとともに、また皆さんが多くの日本人の方が中国にお越しくださいますことを心から記念いたしまして、私のご挨拶をさせていただきます。中国王朝の装束や十二人絵など華やかな衣装に身を包んだ参加者は、曲がりくねって流れる小川に沿って座り、詩歌を読みました。桃の節句で行われるひな人形流しの源流とも言われている曲水の園は、曲がりくねって流れる小川に耳の形をした灰、地灰を浮かべ、自分の前を通り過ぎるまでに詩訳をしたためるという優雅な縁です。参加者はその場で感じたことを詩や俳句、短歌など自由に表現して発表しました。商工市の協力で建設された商蘭亭は、老朽化のため2021年に解体されたものの、石碑のある植物園で開かれる曲水の園は、西宮の春の風物詩になっています。西宮市では、商工市への理解を深める1週間、商工ウィークを毎年開催しているほか、国際交流事務研修生を受け入れるなど、さらなる交流の発展を目指しています。現在では、西宮市と商工市、相互に市民団体や市職員らが訪問し、経済、教育、芸術、文化、スポーツなど幅広い分野で都市交流の裾野が広がっています。西宮と商工市と姉妹都市になりましたから、その関係で商工市の中に、曲水があるんですね。蘭亭曲水の曲水が、それを、西宮でもやろうということで、非常に観客の方も多かったし、それから十二人への人も高校生までね、中学生もおりましたね、非常に良かったと思いますね。めっちゃかつらめっちゃ重いんですけど、でも水もめっちゃ綺麗やし、お花もいっぱいあるとこで貴重な経験できて嬉しいです。本当に文化の交流っていいもんだなと思いますね。本当にいいお天気で最高の桜でね、もう大満足の一日でした。華やかですね。やっぱり商蘭亭があった時はもっとこう厳かな感じがして、とても中国との歴史のつながりを感じるような会でした。建物がなくなっても石碑があるからずっとつないでいけれるんだなって改めて思わせていただきました。こんな風な思いで過ごされてるんだなっていうのが感じられて、とてもいい時間だったと思います。今後もこのような催しを通して、2025年には友好都市提携40周年を迎える商工市との関係をより一層深めていきます。新緑の新緑に